安倍総理大臣はオバマ大統領とともにハワイの真珠湾を訪問するため先ほど羽田空港を出発しました。日米のトップが共に真珠湾を訪問するのは初めてです。75年前に戦争が始まったその場所で日本とアメリカの和解を発信します。戦争の惨禍は二度と繰り返してはならない。この未来への思いを、誓いを、そして和解の価値をオバマ大統領とともに世界に発信したいと思います。安倍総理は真珠湾での慰霊の後日本語で書簡を発表します。謝罪には言及せず敵対関係を乗り越えた日米の和解と不戦の誓いを前面に押し出します。またオバマ大統領との最後の首脳会談ではトランプ次期大統領の就任を来月に控え日米同盟の重要性について再確認することにしています。安倍総理は今回の訪問を戦後の総決算と位置づけていて未来志向の日米関係をアピールしたい考えです。